将来のために君をずっと笑顔にさせたいから僕がそのお金を預かって運用したいって言ったんですよ。でそれなんか方法あるのって言ったら、いや僕はそういう投資とかがすごい得意だから何倍にも増やせると。怪しいよね。私この時に友達に相談したんですよ、うん、そしたらやっぱりロマンス詐欺じゃないかって言うから、いや思いたくないけどこんな楽しいやり取り、私は彼に聞きました。ロマンス詐欺じゃないって言われるんだけど、そしたら急にめっちゃ逆ギレ、俺が、ね、ロマンス詐欺だと思ってんの、今まで何なんだよ、君のことこんなに好きだったのに、君のこと本当嫌いになった、顔も見たくない、それから音信不通。そうだったね。ということはロマンス詐欺だったよね。笑いにくいな。危なかったよね。という